土曜夜9時に待っているのはゆるゆるかはたまた爆笑かオガチャンとミカドの「オールナイト埼玉」ご期待くださいミカドさんのところは、うん、あのこの前木曜日の夜でしたっけ 自信ございましたけど大丈夫でしたお家の方は全然大丈夫だったねあ大丈夫でした意外と高い意外とってか高い階に住んでた記憶あるんですけどいやそんな高くない ?3 階で3階で高いっつったらお前なんだよそれあれあごめんなさいなんか9階とかと勘違いしてましたそんだってお前 お前俺俺の部屋の前まで来たじゃねえかよ、お前だって。あ、そうそうそう。何階だっけなと思って。そんなにエレベーター登らなかったろ分かんないですよ、そんな。エレベーターのところまで見てないから。そうそうそう。一回ね。前まで伺いましたけど。あ、そっかそっか、部屋の前までは来てないのか。うん。さすがに。あ、エントランスのとこまで。そう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 。そううん。3階ですか ?3 階か。3階だと大して変わんないですね。 うんで全然ったら嘘だけどまあ揺れたよそりゃ、うん、揺れた言うたょ今,今回結構できるのそうですよね、っていう感じだったけど、うん、でも別にさ何にも物落ちてこなかったし、うんうん、だから、あのー、まあねでもねうちはうちのマンションね はいはい、あの例のこれ東日本大震災があったじゃないですかありましたありましたあったでしょあの大震災の時もあのほとんど物落ちてこなかったっつうからさうちああ結構じゃあいい作りというか、うん、いい建物なんですねそう別に免震ってわけじゃないんだけどあのただの耐震構造なんだけど <laughs>、うん、でもあんまり揺れないみたいだねそういうことだ うんだからここ,のここの場所自体があんまり揺れないのかもしれないよ、きっと。ああ、地盤がいいかもしれないですね。うん。ねあ,あのー、ほら、えー、と大宮大地のさ、あのーうん、大宮大地の端っこのところにのすぐ際のところだからさ、うち。ああ<ー>、はい,はいはい。うんだから、あの比較的、ほら、ねあの一応、中石ペ地 になるんだろうけど、なるんだろうけどでも、まあまもなく第一ですみたいなところだから、比較的地盤はいいんじゃねえかなと思ってますね。まあいいっすね、それは。うん、<laughs> いや、だから、あの周りがなんでそんなに大騒ぎしてるのかがよく分かんなかったわけですよ。まあ確かにそうですよね、揺れはあんまり感じないとね。そう だから、いや、そんなに騒ぐほどのことかみたいな。うん。まあ、確かに、緊急地震速報がさ、あのベイベイ、ベイベイ言ってたから。あ,ありましたね、あれ。あ<ー>だいぶ、なんか、周りからも聞こえるんじゃないですか。周りからてか、家庭内でも問題もなるし。そう、だったけど、だから、でけえんだろうなとは思ったよ。うん。でけえんだろうなとは思ったけども、でもね、そこまでかみたいな。確かに。 うん、いや俺はそういう感じだったし、うん、あのいっつもね俺その自信に気づかないで寝てることがほとんどなんですよ大体今回はたまたま起きてたけど俺そうですね10時過ぎ、うん、とかって感じです、ね、そうそんなもんだから、うん、起きてたけどあの大概俺気づかずにぐっすか寝てるんですよはい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  うん、だからあのものすごいねそのほらうちのおふくろが心配性だからああ、ね、ものすごい勢い,い,い,いで,で LINE 送ってくるんだけど「大丈夫?」とかって送ってくるんだけど「何が?」みたいな。<laughs> <laughs> まあね あれを見たらね、あのテレビとか見たらね、ちょっと結構大変だというか、大きいなみたいな感じでそうそうそう。でさけど、なんかさ、その Facebook 界隈もさ、Twitter、うん、界隈もみんなすごいなと思って、うん。なんか、ものすごい勢いでさ、うでね、こうツイート、ツイートするじゃんはいはいはい。みんなまあね、自分もそのうちの一人かもしれないですけど。うーん。で、いや、別にそれ大事なことなんだよ、すごく。うん、大事なことなんだけど、 でもさ、あの、何、あの、自信に鈍感な俺から言わせると、うんね、何をそんなに大騒ぎしてんだと、うん、<laughs> いう感じだったわけですよ、今回も。うん、うん、で、ただ、一番困ったのは次の日ですよ。次の日、はい、はい。あれが大変だったんだよ、通勤が。 朝動かなかったですもんねあれねそうなんだよもうひでえ目にあったよということでタイトルコールいってみましょう <laughs> おがちゃんとミカドのオールナイト埼玉改めましてこんばんは喋りが苦手なパーソナリティおがちゃんですしみったれたうっせえおっさんミカドです ということで、この番組は埼玉市を拠点に生活するオガちゃんとミカドがそれぞれの自宅をキーステーションにオンライン会議ツール Zoom とライブ配信ツール Facebook ライブを使って全世界に生放送でお送りしております。はい、なお、約1日遅れでオンエア曲をカットしたバージョンを YouTube 公式チャンネルでアップいたしますので、そちらもぜひお楽しみに。はい、本日のコーナーラインナップの紹介です。 まずは21時25分頃から、えー、3週間ぶりのゲストコーナーです。うん、オールナイトサイタビップルーム。うん、えー。本日はですね、天文学博士,博士と、えー、星を語ろう、原、うん、豊さんが遊びに来てくれます。うん、おー、すごいねーういう。はい。うん、原さんなんですけど、まあ、運営映画はね、うん、本当に意識してないんですけど、うん、なぜかこう、あの、市議さんということで政治界隈に。 ちょっと強い、<laughs> 強くなってきたこの番組なんですけれども。<laughs> 本当だね。はい、ね、はい、いいのかっていう感じですけどね、はい、出演していただいて。はいはい,はい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 。なんですけれども、ね、はい、ぜひ21 25分をお楽しみにお待ちください。 はいで続きまして22時ごろからはあの先月末にお送りしたばっかりなんですけどねこれね、うん、えっと10月14日がなんと鉄道の日ということでございましてですね、えー、またやっちゃいますよてっちゃんスタイルということで、はい、今夜も筋金入りの鉄道大好き人間鉄五郎さんと藤井教授のお二人が素人にも分かりやすい鉄道の楽しみ方てっちゃんスタイルを提案してくれますさてどんなてっちゃんトークが飛び出すでしょうか 前回ほら教授がさ、うん、全然話足りなさそうだった <laughs> <laughs>、うん、なんでもう今回めちゃめちゃ喋るんじゃないかと思ってるんですけどということで、ね、はいこちらもお聞き逃しなくそして22時35分頃からはいよいよ佳境を迎えた、うん、プロ野球について語り尽くす「うん、もう誰得」うん。 我々ししか得がしてない <laughs> 小野さんと私しか得をしてないようなコーナーですけれども <laughs>、えー、埼玉市民球場ネット裏、はい、以上の豪華3本立てで今週もお送りいたします。うん、はいということで忘れちゃいけませんがあの今週の選曲テーマなんですけどねはい今週はですねえー、っとリスナーさんからのリクエストと、うん、あのいつもの我々のセレクト、うんね、こちらをちょっとテーマ分けたいなと思って。 これは新たな試みです、ね、そう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 なんかまあいつも同じじゃあ面白くないからさちょっと分けてみようかなと思ってまあっていうのもあのまあちょっと理由があるんですけど <laughs> えとまずですねリスナーさんからリクエストいただく曲の、えー、テーマはですね、えーまあ、先週と変わらないっちゃ変わらないんだけど今の私の一押しはこれだっていうねマイベストソング。 ええー、まあ実はすでにもういただいてるあのリクエスト曲もいただいてるところもあるんですけどね。あ、まあすが。ありがとうございます。ありがとうございます。えー、っとそれでそんで我々の方の選曲テーマなんですけどもいやだからおかげさまでほら最近あの我々の我々の番組に対するそのリクエスト曲がすごくあのたくさんいただくじゃないですか。はい そうすると、我々がほら、セレクトしてる曲を、まああの、ちょっと言葉悪いですけど、潰して、うんうん、ボツにしてあの、リクエストいただいた曲を優先的にかけてるじゃないですか、我々。はいはいはい、そうですね。うん、で、 結構ね、その、没局がね、<laughs> 溜まってきたんだよね。増え,増えてきたんだよね。ということであの、今回の我々の方の選曲テーマなんですけども、うん、こちらは、あの、没局救済大法要ということで、 えと時間とかね、その時間の関係であのカットしたやつとか、あとはそのリ,クエリスナーさんのリクエストを優先して、えーと、ボズにしちゃったような曲を再セレクトして、数ヶ月に一遍、えー、極要ご供養を施したいというふうに <laughs>、えー、思っておりますので、えー、ということで、えーと、今夜もリスナーの皆さんからのリクエスト曲、えー、それから普通のお便り、えー、どしどしお寄せくださいませ。あとは今日はあれですね、ゲストコーナーがありますから、はいえー ゲストの井原さんへのです、ねえー、質問とかね、はいうのもあのどしどしお寄せいただきたいと思います。宛先はいつもの Google フォームでございます。o o m の、Zoom の方でお聞きの方は、えー、チャット欄の方ですね。えーはい、それから、えー、Facebook ライブでお聞きの方はコメント欄の方に URL が上がっておりまますも上げましたよねはい、はい、上がってます。 はい。ということで、こちらの方に、えー、どしどしお寄せいただきたいと思います。投稿が採用された方には、番組特製ハンコステッカー、こちらの方をお送りいたしますので、えー、ステッカーが欲しいよっていう方は、えー、住所、氏名の方のご記入をお忘れなくお願いいたします。えー、リクエストいただくんですけど、あの、なんかステッカーいらないんでしょうかね。あの、全然書いてくれないですね。ね、確かにしょぼいのかもしれないですけど。ね<ー>、ちょっと待ってくださいよ、よ本当に。待ってくださいよ。もう、まだもう大量に余ってるんでね、あの、もう本当にあの、 水に切って作ったやつですからというところで <laughs> えともらっていただきたいと思いますので、えー、ということでぜひぜひこちらのホームにぜひぜひ、えー、投稿よろしくお願いいたしまーす。 はい今週は「ボツ曲救済大抱擁リスナーイチ押しマイベストソング特集」でお送りいたします本日の1曲目はミカドセレクトのボツ曲を供養いたしましょう陣内泰造で「空よ」聴、はい、いていただいております陣内泰造さんで「はいえー、空よ」でございますけれども。うん これはねえっ、ー、とあれですよあの秋空特集の時はいはいはいうんあの時にセレクトしててボ,ボツにした曲なんですねはいうん、うん、あのねこの曲をセレクトした理由っつうのはね、はい、あのーまあ、まあ曲がいいなっていうふうに思ったのといいですねうんあ、うん、まあ そのウキウキするっていう感じじゃないなとは思ったんだが、うんうん、でもなんかほら、あのー、明るくなれるじゃんなんかそうですね結構な、うんだろう何ていうの空、うん、なんか高いっていうかあの秋空ってこう高く見えるとかあるじゃないですか何、うん、かそういう感じがする,る、ね、うんでしょううん なんか、こう局長的になんかさ、その抜けたこう秋晴れの空にちょうどいいかな,なんて。うん、でね、これね、えっ、ー、とね、昔ね、あのデカ貴族っていうさ、あの刑事ドラマやってたのよ。はいはいはい。デカ貴族、うん。そう、あのね、水谷豊さんがさ、その。主人公っていうか、主演だった。あ、そうなんですね。うん、うん、まあ、その前は郷ひろみだったんだけど。うん,う,んうん、ううんんで、あの、そのね、えー、あの役名本上さん。ったんだ そのドラマのこれは、えーとえー、エンディングうんで使われて一時期使われててははいはい、はい、ああすげえいい曲だなと思ってさこれ。えで、ー、各、うん、貴族調べたんですけど相棒となんかキャラクターかぶってますね結構そうかもね、うん、寺脇さんは愛だし初代亀ちゃんだしそう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 ,そう、まあ、出演者かぶってるところはあるねでもに似てるなんだよこれ。 松方弘樹さんがさあの何あの、ボス役でさ、なかなか楽しい,いドラマだったんですよ、ひょうひょうとしたキャラクターでさっていうのがねあのすごく印象に残ってるんですけどということで聞いていただきました、えー、と今,今日の1曲目ですね、狼、えー、内泰造さんで「空よ」でした。 いうあのー、まあさっきね地震の話してさほらでもうひどい目にあったよ本当にそうですよね<ー>午前中いっぱいかなくらいかなおばちゃんとこなんてだってほらおばちゃんとこ東大名じゃんあそうですね、うん、湘南新宿ラインが昼まで動いてなかったでしょあそうそうそう、うん、なんだけどうん 自分がその午前中用事がなくてで午後もなんか別路線で野田線の方に出ちゃったから、うん、ああなるほどセーフだったんですねギリ<り>ああうんもういやなんで埼京線もさはいはい動いてたのようん動いてたんだけどさもうね <laughs> 本当にさ自転車の方が速いんじゃないかぐらいのスピードで走ってんのよあそんなことなの <laughs> うん <coughs> もうずーっと徐行なわけ どうあれってなん,なんでなんですかやっぱり地震がもう一回来ると危ないからってことなんですかねいや多分その軌道の安全確認なんじゃないですかああ<ー>。うん。なるほど、うん。と俺は勝手にそう思ったんですけど。はいはいはい、うん。まあ動いてくれるだけありがたいですけどもちろんね。ありがたいんですけどだよ。うん、ね。ですけどぎゅうぎゅうなんだよ。 まあ、そうですよね積み残しとかもうんぎゅうぎゅうな電車でしかもしかもいやゆっくり走ってるじゃんうん。でしかもそれもあの、駅に止まってすぐすんなり出てくれりゃいいようんうんうん前に電車が詰まってるとかってさええ時間止まるんだわうーんもうさ 久々にあの俺慣れてたんだけどねはいはいあの埼京線のあの殺人的な混雑そうですよね埼京線一番混みますからね、うん、一番この一番、うん、まあ実は一番じゃないんだけどねあれね、うん、東西線が一番だっけ東西線が一番なんですけど <laughs> はい、はい、うんでもあのほら埼京線ってさそのあのー、車両によってそういうことが起きるからさあそうねうん でその一番混む車両に俺乗ってるのよいつも。ああ<ー>、うん。まあ理由は簡単でみんなと同じで階段が近いからなんですけども。まあそうですね、うん、階段近い、うん、で,でなんだ慣れてんだけど最近ほら満員電車乗ってないわけですよ。うん、そんなに救急の電車乗ってないんですよ。はいはい時間差とかね。そうだから慣れてるとは言ってもさ久々だしあっちいのなんのって。 そうねもうピタピタと人くっついてるわけだからさはいはいはいいあっちのなんのもうでまたさあのこういうこと言うと怒られるかもしれないけどもねあのねたまたまなんですけどその俺の周りにいたのがねあのデブばっかりだったんですよ <laughs> だからもうねあの熱いのよあのちょっとあのねガタイのいい方って。 で、あの体温高かったりするじゃないですか。暑いんですよ。ね、そ,うそうね。すごく熱がこもっちゃっ,って俺俺,俺さ身長ちっちゃいじゃないですか、俺。うん。タパがないからはい、はいね、埋まるんだよね。余計熱がこもるわけよ。はいはいはい。暑いと思ってな <laughs> ら、でそれもそうだし。 あとはさ、あの、まあ、ま、とにかくそれでね、2>, うん、2時間かかりましたよ。もう新宿に着くまでに。すげえな。普段ね、うん、全然、どれぐらい、うん、2>, ?2、30分に着く、うん、そう、2、30分ですよ。まあ、三十一応35分ですかああ、でもね、2時間はしんどいですね。すもうしんどい。 しんどかったでしかもねその新宿も直で着いたわけじゃないのよその池袋までやっと池袋まで来たと思ったら、うんね、あのこの先出発は未定ですって言って「おい!」ってなってあ<ー>で山手線乗り換えてさあーまあねよあるあるですよね、うん、こういう時ほんとにもう着いたら授業始まってたよ大変だよなおいおい,おいと思ってさ 勘弁しれよっていう、うんな感じだったんですけど、うん、でしかもあれだろあの10月からさそのあの埼玉県はさエスカレーター歩いちゃいけなくなったからね初,初ですかね全国初全国初あれもねどうなんですかあの いやまあ、僕もちろんあの条例制定された以上はね、うん、あの歩いてませんけどですからね,ねもともとあいつもね、うん、2>, なんか2列で並んで立つのが正解みたいな感じでしょうね、うん、もちろんそうですよ、うんで,まあ、でも、まあ、確かにね危ないよ、うん、危ないからやっぱあの、うん、俺はやめとこうっていうふうに思ってやってませんけども、うん うん、でもさあ,のあれなんだよね、まあ、エスカレーターってさ遅いじゃんまあね、うん、でせっかちなんでね俺はいはい、うん、だからやっぱ歩きたくなっちゃうんだよね確かにね、うん、あでもこれ出てからは自分はもうあの階段を歩くしかないと思って階段を歩いてますねあ僕も階段かもしくはあのエレベーター使ってますけどもはいはいはいうんだもう。

思いますけど、さてどうなりますやらというところですが、はい。えっと、じゃあ、あのー、リクエスト曲、リクエストいただいておりまして。うん、はい。ありがとうございます。えー、ということで、えっ、ー、と、今週の最初のリクエスト曲ですね。はい、えー。こちらはですね、えー、ラジオネーム、いぶりがっこ専属係さんからいただきました多分初めてじゃないかなと思うんですけど。あ、はい、初かもしれない。初でしょう、多分、ね、面白い名前ですね。 面白いぶりがっこ専属係さんからいただきましたリクエスト曲でございます、はいえー、ということで聞、えー、いていただきましょう「東京スカパラダイスオーケストラで」えー、めでたし、えー「めでたしソング」フィーチャリング「令和なのに昭和なラジオ」「オガちゃんとドのオールナイト埼玉」 オールナイト埼玉,ート埼玉ビップルームはい皆様お待たせいたしました、うん、3週間ぶりのゲストコーナーのお時間でございます、うん いや,いやいやいや、いや最近、なんだかんだであんまりゲスト呼んでなかったもんね。そうね。うん、アシスタントはたくさんいましたけどね。ここそ,うそ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 う。<laughs> ねえ、もうすっかり、あの、レギュラーになっちゃった人はいっぱい呼んでるんですけども、えっ、ー、と、純粋なゲストは久々ということになりますけれども、ということで、久々のゲストコーナー、ちょっと緊張しますね。うん。はいうん、そっか、ミカドさん、はじめましてって、ね、そうなんですよ。はい、ということで、じゃあ、おばちゃんの方からゲストのご紹介をお願いします。はい。 本日のゲストは、天文学博士と星を語ろう、井原豊さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こんばんはー、よろしくお願いいたします。い,ますいや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 ー、もう、はじめましてですね、井原さんね、私は。そうですね、はい、はいえー。よろしくお願いします、帝でございます。<laughs> ということなんですがいやー、ありがとうございます。えっ、ー、と、おがちゃんつながりですね。そうですね。ね うそうですね、まあ、青年会議所で<う>はい今一緒にと言いますか井原さんの方が断然上のところですけどうん,、うんうんうん、最初の出会いもい、うん、青年会議所だったのかなあ<ー><分>青年会議所でやった事業ですね多分ねあそうですね、うん、そこに伺った感じですね、うんうんうん、そうだったそうだったああなるほどということでなんかねあの 伊、えー、原さんが出てくれますとかっておばちゃんが言うんで「うん、あ,あそう」って言ったんだけども、うん、あのまあ <laughs> 私は,私はあの残念ながら初対面というかあの会ったことがあ,のありませんで、はいえー、あれだったんですけどもでまあ,あの、まあ、私も含めて伊、まあ、原さんのことをですね、えーとまあ、よく存じ上げないというリスナーさんも多いでしょうから、うん、えとまずその ねえー、井原さんがどういう方なのかっていうことを、まあ、知っていただく意味でも、えーまあ、この当番組ゲストコーナー v i p ルームの恒例になっておりますが、えーあですね、ワンミニッツ、はいねえー、ワンミニッツクエッションというのをやらせていただきたいと思うんですけれども、えー、このワンミニッツクエッションというのはどういうものかっていうのをちょっとおばちゃんから説明していただいていいですか あそうですね、あのはい、ゲストの方に、もう、えー、と事前の打ち合わせなしで、はいえー、いくつも質問を連続して投げていきますので、まあ、2択、えーと、イエスかノーか、または、えー、とその2択ですね、えーと、2択のクエスチョンもあるんですけど、そちらに回答していただくという感じです。 で、えー、とこちらの方を、えー、もうフィーリングでお答えいただいてですね、えー、やっていきたいと思うわけですけれども、えー、と井原さん心の準備はよろしいですかはいまあなんとなくやっていきます。<laughs> はい <laughs> なんとなく <laughs> すいませんなんか段取りがあんまりよくないですからすいません。<laughs> はいということで、えー、とじゃあ今日読み人おばちゃんでいいですかあはい質問読ませていただきます。はいじゃあ 行てみたいと思いますそれでは参りましょうゲストの井原豊さんへのワンミニッツクエッション小さい時から政治の世界に興味があった、うん、ノーかなあ、自分の携わった技術が世の中に広まるのは嬉しい <Yes. S 1> あ yes. えー、スペシャリストとジェネラリスト自分はどっちだと思いますかスペシャリストあスペシャリストお祭りを見ると血が騒ぐ <Yes. S 1>、yes. えー、集団の中心メンバーになることが多い、oh, <yes. S 1> あえー、いずれは国政に挑戦したい おーイエスあそうなんですねえ宇宙についてなら何時間でも話せるあイエスイエス、うんはい、人と違ったことを面白いと思う方だイス。え、埼玉市内のおいしいお店をよく知っている方だイエスイエスおばちゃんとミカドに言いたいことを聞きたいことがある最後の質問ね「えー、自分を動物に例えると何ですか?」 ありがとうございますはーいありがとうございますということですが、ね、聞きたいことはなかったということで、うん、まあいやーまあまあまあ、まあ、そうですね結構悩んだものもありましたやっぱりありましたうん、うん、えー、とまずはですがえー、とまあほっまあ、結構イエスが多かったねうん、うん、そうですね はいえー、とまず最初の質問が、えー、と小さい時から政治の世界に興味があったこちらは NO。<ー>うんで、えっ、ー、となんかいきなりあれですけど逆にじゃあいつまあ今あの埼玉市議会議員されてますけど、うん、いつそういうところに興味を持たれたというか。 きっかけはおそらく25、五6ぐらいの時に自分の王子が亡くなった時ああ<ー>、<ー>そうなんですねな。なんでそれがきっかけになったんですかその亡くなる直前にいろいろ話して、ええ、はい。うん、まあ、町を守ることも大事ですね、と。ああ、ほ誰かがやらなきゃいけないことだからと思って。 なるほどですね,ですね。じゃあおじさんっていうのは何をされてああ、元世の市長。ああそういうことですね。そういうことなんですね。すいませんね。埼玉オリジンじゃないから知らないんですね。えーえー、すいません。もう。そうですね。矢原さん、はい、世のもう生まれでずっとっていう感じですかね。そうですね。まあ、だからあの時が一番考えさせられましたね。 あーそうなですよねなるほど、えー、そういうことですね、なんかもう本当、失礼もういいところですね、俺ね、何も知らなくて、申し訳ないです。うん、はいえっ、ー、と、で、えっ、ー、と、まあ25、五6の時っておっしゃってましたけど、まあでえー、とですからあれかな、大学、も今まで行かれてますよね。で えとですから、院の時代にあれですかあの、うん、そっちの方を考え始めたっていう形になりますかそうすまあ、きっかけはそうですけど、うん、まあ、とはいえ、いつかはやらなきゃいけないんだろうなあと思ってたぐらいなので、なるほど、なるほど、なるほど,なるほど。ええー、なるほどですね。そうですよね。うん、最初は民間でっていう形ですかね、うん、社会人は。そう,そうです、そうです。うん 後々そういう話にもなっていきますけれども大学の方は、えー、とあれですかう宇宙関係うん、うん、はい天文学をずっとやってたのであ天文学ですね,ですねなるほどそれもまたすごいですよね本当にね、まあ、私コテコテの文系人間なんで私 <laughs> ですけどそうした意味では僕はもうガリガリの理系人間なんでああなるほどですね <laughs> 自分が真ん中ぐらいにじゃあ いますかね、今日はね。そうか、<laughs> よくわかんないけど <laughs> まあまあまあいいでしょう。はい、で、えー、っとスペシャリストあ違う自分のか携わった技術が世の中に広まるのは嬉しいこれイエスとお答えいただいてるんですけど、うん、えっと、何かあの、自分が関わって世に出た技術みたいなのってあるんですかまあ最近出たのが、はいはい あのー、自動車やってたので、全身安全システムの中の、はいまあ多分皆さんが知らないんでしょうけど、あのーダ、はい、回避っていうシステムがあるんですね。ああ、はいはいはいク、クルーズコントロールみたいなところですか。っうんとちょっと違って、どちらかというと、はいあのー、プリクラシセーフティ、あのー、自動ブレーキ。ああ、なるほど、なるほど、1>, はい、の1個先が相ー回避。 ブレーキじゃ開始できないけど、ハンドルを切ることによって回避できるっていうのがそうだ、なるほど、なるほど,なるほど、なるほど、そうですね、相ーですもん、そうですよね。うん、そういうことか。ハンドルをもう勝手に回してくれるとてことですね。だから、あんな、なんていうかなかなかないケースじゃないですか、そう,そういう事態そもそも普通に車運転してて、自動ブレーキがかかること自体が、はいまあ、僕はまだ経験ないですね。 あんんそうですよね。まあまあ、ぐらいの,の先の先進安全システムだから、うんうん、まさか、はい、まあ、まあ今、レクサスのフラッグシップにしかもちろん乗ってない仕組みなんですけど、まさかそれが実写に実装されてるっていうのは、ちょっとあれですね、うん、面白かったですね。 なるほどですねすうんなるほど,なるほどまあそれはまあやっぱ技術技術屋さんってそうですよねやっぱりねあの、まあ、いつか世に出ればっていうことでその先端の研究をされていて、うん、でそれでねあの、まあ、実際それがその商業ベースに乗っかるみたいなことになればそれはやっぱ嬉しいもんなんでしょうねそうですねびっくりしましたね確かに拝見した中だとな Bluetooth もなんか開発されたみたいな。 そうですね、うん、Bluetooth4.0 っていう、省電力に初めてなった時ぐらいの Bluetooth のコードを書いてますね。えー、えー、すげえな。<laughs> すげえな、なんかもう,う本当にもう、もう私の経験してきた。いやいやいやも、<laughs> もうなんかねわた、私が経験してきた世界とはもう完全に別世界だから。<laughs> <laughs> いやでもね、先にこういう技術がこう必要となりそうだみたいなのが。 やっぱり見えるから開発できるっていう感じですもんね、うんうんうん。そうですね、Bluetooth がまさかここまで広がるとも思いませんでしたしね。はばですよね。なんか、あれを悪いという間に、なんかスタンダードになっちゃいましたもんね、うん、だって Bluetooth も。 もうお話伺ってても、あのもう完全にそうだなっていう気がしちゃったんですけど、うん、私は、もうスペシャリスト、ジェネラリストだったらやっぱりスペシャリストなんだろうなと思いましたよ、私も。うん、まあそうですね、なんいう浅く広くよりは、く,くですね、うん、そうですね、なんかもう、ガッとこうあの、なんていうのかな、切り込んでいくというか、彫り込んでいくというか、うん、そんな感じしますね、なんかね。そうですね、極めてる感じですね。 はいっていう感じがしますがで、えー、その一方でお祭りを見ると血が騒ぐ、うん、こ,れこれもイエスとお答えいただいてるんですけどうん,うん不思議なもんですねやっぱりお祭り好きっすかまあ小さい頃から自分家の目の前に大きな祭りがあったのでああ<ー><ー>はい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  まあそんなもんっすよね、あのだって、あの俺もそうですもん、やっぱりあの地元の、私の地元、山形ですけど、山形の新庄っていうとこなんですけど、あのやっぱりその地元のね、あの結構でっかい祭りがあるから、やっぱりそのお祭りっていうのはこういうもんだっつって、こう参加してるうちに、こうだんだんとこう祭りで血が騒ぐようになっていくっていうかね、そういうとこやっぱありますよね、やっぱねうん確かにっていう 感じですけど世の,の祭りといえば、あれですかねえ、えっと、何祭りですかまあ世の,の祭りは世の祭りですけど。世の祭りですけど。どういう,う。昔から荒いんですよ。うん、ああ。あ、何だ。そんな僕も 1> 1回ぐらいしか見たことないんですけど、あのうん、なんかそんな感じしますね。<laughs> 確かに。どだろう。まあ、それでも時代が時代だから、最近は結構穏やかになってきてるんですけど。ああ、そうですか、ね。うん。<ー>そうい。荒井っていうのは具体的にどんな感じなんですかまあ、喧嘩系ですね。あ、喧嘩系 <laughs> 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 ぶつかったりみたいな感じですか <laughs> まあ、そうですね。結構、ね、あ<ー>ーあー、そうなんですね。 いやでもまあ,あだからあれですよねなんかこう埼玉市っつってもあのまあえっ、ー、とまあ旧与野市とかね大宮市なり浦和市なりって、まあ、まあそれぞれにいろいろやっぱりあるから意外とねその後から来た我々みたいなのが知らないそういう,こうあの伝統あるものっていっぱいあるんだろうなっていうふうには思いますよねやっぱりね。うん でまあ、それとも関係あるのかもしれないですが、えっ、ー、と、集団の中心メンバーになることが多いっていうのも、これもイエスと答えいただいてますよね、確かね。はい。まあそうです、ね、イエスかノーで言えばイエスでしょうねと思って。うーん悩んだ感じですかね。そうですね、うん。うん。そうですか。えっ、ー、と、まあでも、結構、ああ、でもあれか、えっ、ー、と、 そんなにそのまあ若い若い頃ってかまあ今でも若いんですけども、あの、まあのまそれこそ学生の頃はそんなにあんまり前に出るタイプっていうわけでもなかったってことですかそ、ね、うですかね。まあでもテニスサークルはキャプテンやってますし、はい,はいはいはい。まあダイビングサークル作ったりもしてたので、なるほどなるほどなるほど。まあだからそういった意味ではまあリーダー格だったのかなっていうところはありますよね。ああ、なるほどです。なるほど。 まあやっぱ結局はやっぱその集団の中で、えーまあ、いつの間にかまとめ役になってるみたいな <laughs> って感じですよね。す <laughs>、うん、すごいっっね、うん、ちょとは,、はいはいはい、そう、うん うん、ちょっと我々できない多分立場かなと思いますけどね。そうかあの <laughs> そ、そんなこともないでしょ。そんなことないかな、うん。いや、まあ、あんまり、まあ、確かに、あのおがちゃんはあんまり前に出るタイプじゃないかなっていう気がするけど。<laughs> すごいですね、前で。 うん、俺も、俺もなんだろう、あの 40, 40超えて、あのすっかり枯れてしまう前までは、割と前に出るタイプでしたよ。これが変わっちゃうんですけど、40 <laughs> あーもう、あのなんていうんですかね、あの40になると、あのいや、あくまで俺の場合ですよ、俺の場合は、なんかもう、あのいろんなことを諦めだしたっていうんですか。<laughs> まあいいや、俺が中心にならなくてもいいじゃんみたいな感じで <laughs>、うんね。若い人に譲ろうかみたいなのが出てくるんですかね。いや、譲ろうかっていうよりも、なんかこう、いや、出たい人がいるのを別に押しのけてまで前に出なくてもいいやみたいな <laughs>、うん。<laughs> って感じ。前に出るとしんどいしみたいな感じですね。すみません、もう本当にやる気なくて申し訳ないんですけど。えー、っとで なんかどんどん進んでいっちゃいますけど、なんか、いずれは国政に挑戦したいって、なんかもう、これも思い切ったことあなたら聞くなと思いましたけど、ね、えっと、えっ、ー、と、これでもイエスって答えてはってますね。これも悩まれてますよね。でもイエスかノーだったらイエスなんじゃないですかみたいな。 あーなるほどねどちらかといえばそんなに興味はないですけど、まあ、韓国であればそれはやりたいかなみたいなそういうい感じじゃないですかね。ああ、なるほど、なるほどそう、ねそういう。そういう意味合いでってことですね。うんやっぱりなんか地域で何かやりたいっていう方が強いっていう感じなんですかの、ね、方が、だから仮にその国政行ったとしても、やっぱり国の予算取っていきたいっていう気持ちの方が、ああ、なるほどね。そのために行ってよりは、どちらかといえばもう、自分の町にこう、 ああ、なるほど、なるほど。そうですね。やりたい。なるほど、なるほど。それがね、あれですね、青年会社とかに入るきっかけみたいな。ああ、そうかもしれない。ああ、やっぱりいろんな町に行ったんうに、やっぱりこの町人口少ないのに結構町づくりすごいなと思うと、やっぱりそれなりの大事がいる場所なんですああ、そうなんだ。ああ、なるほどね。 うんまあ、やっぱりね、なんだかんだ言っても、やっぱり街が元気になるためには、それなりにやっぱり、その仕組み作りもそうだし、その先立つものも必要でしょうしね。うん、うんまあ、そういういことですよねうんまあ有名なのは、田中角栄がいたから、上越新幹線、一番最初にできましたみたみいな、はい、そうですよね<ー>、うん、まあ賛否両論あるにせよ、やっぱりね、それは事実ですもん、だって、やっぱり。 はいというようなことでですねまあ本当にいろいろと、まあ、だんだんねその井原さんがどういう方なのかっていうのが分かってきた感じがいたしますけれども、うん、じゃあちょっとここでブレイクを挟みましていただいてっていうことで、えー、いきたいと思うんですけど、はい、えとこれはあのおがちゃんの極です、ね、そうですね交通局を救済ということで、えーとうん、先週かけられなかった曲かなと思いますが。 そうだね、比較的新しいあれですね。はい。新しい仏様ですね、はいはい。はい <laughs> <laughs> <laughs>、まあ。モカロ曲を先週は何曲も流したんですけども、はいはいはい、はいうんえと。この方もモカロー P の方ですね、オレンジスターという方ですけれども、うん、はい、そこから、えー、デイブレイクフロントラインという曲を聴、えー、きながら、えー、井原さんへの質問もお待ちしたいと思います。それでは聴いてください。はい、聴、はい、いていただいております、オレンジスターでデイブレイクフロントラインですが。 一応、伊原さんがその天文学を専攻されてたということでそこにちょっと関係するかなというところで曲を選んだのもあったそういうのもあったんだ、そうかそうかあとは、あれですね、Facebook でコメント同じく市議の浜ちゃんこと浜口さんから「伊原ちゃん頑張れ応援しております」と。 <laughs> まああれだよね、浜ちゃんもなんかあのよくわかんないメッセージをたまに寄せてくるからね。と、はいえー、いうことなんですが、<あ>えー、ちょっと1個質問しても大丈夫ですか、これで。ははい、はいんあ,のあんまり市議会だとこう会派あんまり関係ないみたいな話だと思うんですけど、それこそ違う会派の方と普段って市議会の中で会話とかされるんですかあそれはしますようん、うん それは結構、雑談みたいなのも多いですか、ね、多分国政と違うのは、<laughs> はい、ほら、あのー、なんていうか、あ市,議市議は結局、どの会派であっても市長に要望する方でしょ、うん、うでも国政だと結局、自民党っていうのは、うん、そこから大臣も出れば総理も出るわけだから、うん、そ,うそこに執行権もついているんだよね。そうすると多分 当然、その与党対野党っていうのは対立構造になるかもしれないけど、うん、市議会の場合は結局みんなで一緒に市長に要望しましょうってことも結構多いので、んだからそこまでその対開発案対立で出てこないんじゃないかなっていうところは、ちょっと自分の中で。ありますけどねあなるほどですね。そ理流なんだ。まあ、まあうん、確かに、まあ、それもや、まあ、一理あるというか、まあまああの、肌感覚としてはやっぱりそういう感じなんでしょうしね。はいということですが、あの またちょっと、えーね、質問を回収していきたいと思うんですけども、うんえー、今ちょっとあの、ねえー、天文学の話出てきましたが、うん、あの宇宙についてなら何時間でも話せるこれイエスというふうにお答えいただいて、えー、おりますですが天文学、えー、具体的にどういうことされてたんですか具体的には僕はいわゆる大きな望遠鏡を使ってデータを でそれに基づくなんていうか、うんうん、検証していくという、まあ観測という部分であー、なるほどね <laughs> 観測ですね。なるほどなるほど。おお、なんかねあの、うん、ほら宇宙についてやるって言ってもその、まああの素人ながらで,でごめんなさいなんですけど、あのはい、はい、まああの天文学っていうのも一つあるし、あとはその物理学の方でその、あはいはいはいっあるじゃない。 あ、そうなんですね。うん。そうですね。まあ、物理の中の一つですね。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。そうか、地学じゃないんですね。地学とはちょっと違いますかね。地学だとどちらかといえば、惑星とか、地球そのものもそうですけど、確かに地質とか。そうですね。まあ、物質的にやる感じになるんでしょうね。地学的なっていうことになればということなんですけど。 うん、いやあのー、ね井原さん私はあの高校の教員なんですけどもね。でまあだからうちのねあの担任してる生徒であのまあなんか宇宙大好き女子がいたりするのでね。う,ーんうん うん、でまあその子はなんかその物理の先生になりたいなみたいなことを言ってるんですけどまあだから、まあ、正直私もその文系なので、あのー、まあなんか宇宙の魅力とかそのどういう分野でやったらいいのかみたいなことに的確にアドバイスできる自信があんまりなかったりするんでね <laughs>、うん、あれなんですけど、まあ、天文学でやることって っていうのもやっぱりそういう、ねまあ、観測が主とは言ってもやっぱりまあ計算とかいっぱいするんでしょうしね、うん、まあまあそうですね数式は、うん、まあ当然理解できないと、うんええ、まあ、うん、いずれにしてもなんかデータを取るにしても全部数式に入れてくるので最終的にはいはいはいまあそうですよねうん確かにそっかそっかであれですか宇宙の魅力って っまあ一言じゃ言えないんでしょうけど何なんですかね宇宙の魅力ってでも自分がおやってた時に思ったのはやっぱりそのの人に見えない世界を自分が見てるんだっていうところはありますけどねやっぱりその望遠鏡じゃないと取れないデータっていうのがたくさんあるのである確かにね、うん、確かにあでも,も素人というかい、うん、一般の人が見ると望遠鏡ってこうね 星きれいだなって言って見るだけですけど、そこから要は数学的にというか、物理的に解いていくわけですもんね。まあそうですね。なるほどな。まあだから見てきれいだなじゃなくて、まあ、光をどちらかとい検出するっていう感じですね。うん、なるほど。そういうことですよね。すげえ、うん。まあ、まあ、なんか見えないものを見るというかね。うん、うん そうですね、なるほどなあ、やっぱ、いろいろ突き詰めていったら深いんだろうなあと思いますね、やっぱりね、宇宙なんかもね。やっぱり、ずっとやってても飽きない学問というか、まあ、全部学問はそうなのかもしれないですけど、あと、まあ、まあ一番、うん、多分、学問の中でいいなと思うのは、うん、やっぱりこうやって人に面白いなと思って聞いてもらえる分野なんですよね。 これが素粒子とかになると、おそらくそこまで興味を持ってみんな聞いてくれない。そうだよね。でそうね。理、うん、学者だけで面白いんですけど、もちろん。加速器とか、僕は好きなんですけど、ああいうのい。は、うん、はいはい、はいうん まあ、確かに、なん空気ですっていうよりは、やっぱり天体、うん、望遠鏡ですって言ったがうが、みんな興味持ってもらえるんじゃないかなと思いますそうですよね。ね確かにねそうい、そういう面はありますよね。なんかこう、それこそほら、あれじゃん、あの、おがちゃんとさ、この間、おが、うん、ちゃんがこの間、お題でトークしたさその、男のロマンみたいなところがある。はいはいはい。うん、やっぱロマンがあるよね、宇宙ってね。そうですね。うんうん なんかこう未知のものだしなんかこう何か無限の可能性が広がってるような感じがするからねそうですね、うん、なんか知らん本当とに何て言うのかな一生かかってもわからない部分って多分結構あると思って、うん、それをいかに少しでもわかるようにするかみたいなところは面白いですよね多分ね、うん、まあまあほんにそういうところなんだろうなと思ったりするんですが、うん、で 人と違ったことを面白いと思う方だ、まあ、これはイエスでしょうね、<laughs> なんかそんな感じしましたけど、うん <laughs> うん、やっぱりね、人と違うこと、ね、違ってる俺みたいなのも、やっぱ面白いと思えるっていうね、確かにとこはあるのかなと思いますけど、まあ、なんか、具体的にそういうなんかエピソードみたいなのあったりしますエピソードって言うと難しい。うん、あ、まあ、それは難しいか。<laughs> 学生の頃からそういうい感じした学生の時は、まあ、そもそも天文学専攻選ばないですからね。確かに。分かりやすい物理い行きますね。確かに、うん、やっぱり東大の中でも10人しか天文学専攻っていないので。うん、ああ、そっか、そんなに少ないんですね。うん、知らなかった。そうそうそう いや,いやあんた東大生だったんだろう <laughs> いやちょっと、法学隊400人います、ね。あ、そうだ。あ、そう。だから東大リーチの中から、まあ1000人ぐらいいる東大リーチの中から10人が天文学会行くので。はい、ああ、じゃあやっぱりもう,もう少ないんだな。うんだまあですね。優秀じゃないと入れ,ます入れないですね、10人だとね。うん、まあ物理と天文っていうのはまあ両方。 点数がなないいと入れないと、うん、あー好きなるほどな。あ<ー>まあ、あの、まあ、ちょっとかなり失礼な言い方になるかもしれないですけど、あの変人っていうところもあるんですか、やっぱり。<laughs> まあ、変わってるとはよく言われます。あそうですか。<laughs> まあ、しょうがないなと思うので。<laughs> うん まあね俺らも変人だもんな。変人、ね <laughs> うん、じゃなかったらこんなのやってないですね。そう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 ,そう,そうという感じになりますけど、で、がらっと話が変わりますが、さいたま市内の美味しいお店をよく知っている方だ。えっ、ー、と、これはイエスだったっけまあ、だから人が来たときに何食べたいって言われたときに、まあ、大概ご紹介できるかなっていう気はしますよね。はい、ああ、そうですか。 やっぱりあのもうずっとずっとこっちにいるからっていうのもあってやっぱりいろいろこうまあた食べ歩いたってことないかもしれないけどやっぱりいろいろ行かれたわけですかやっぱりまあそうですね当然評判も聞くしだから<そ>まあいろいろ知ってることは知ってますよね、うん、な,るなるほどですねあのちなみになんですけどあの、うん、一番あの今例えばあの、うん あの私とかそのおばちゃんとかに,あの、はい、に一緒にご飯連れてってくださいっていうふうに言われたら、あのおすすめのお店とかってあります今うん。難しいですね。難し,難しいですね。ジャンルとか聞いた方がいいですかす、ね、うん。うん、ジャンルとか。和さん食べたいものあります今,今はい。今、ん、じゃあね、魚料理。魚。魚と。<あ>うん。 うちだったら、うん、私堺が好きですけどね、大宮西口ああ、そうですかうん。あれ、お母ちゃん前紹介しなかったっけ堺っけちょっと待ってくださいねあ、違うか違う、違いますね、多分あー、なるほどなるほどえ、ー、堺、あれですね、大阪の堺ですね、かあの漢字はねそうです、そうですあ、そうなんですね、へれなんかあれなんですか、これはもう純粋に味っていう感じですか 味、雰囲気確かに、結構明るいし、多いですね。うん。そうですか。なるほど、なるほど。で、まあ、我々に聞きたいことは特にないということなので。もう一個ね、質問が、いつもいただいてます。デイコさんから質問が来ておりますけれども。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。 まあ、うん、あの井原さんはその埼玉市でまあ長く住まれているということなんですけど埼玉市内で一番好きな場所もしあればっていうところんです一番って言われると確かに難しいですよねまあ一番じゃなくてもなんか好きな場所う,で、ね、うんいくつかある中で欅広場かなああ欅広場ですかね毛吹き広場コロナがなければいい 毎週イベントもやってるし、そうですね。<ー>うん、なるほどあの、活気がある感じがいいっていうこと活気もあるし、うん、とはいえ、まあ、あの、一回は割と、まあ、スターバックスがど真ん中にありますが、割と落ち着いた空気感もあるし、うん、ああ、なるほどね。うん、うん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 。ちょっと憩いの場感もありますよね。 なんかそうですね。ね都市の中にあっても、うん、うん、そうですね。あの、まあ、な,なんつうのか、その都市型緑地みたいな感じもするし。うん、なんかね、あの都市の憩いの空間としては、確かによくできた空間なのかなっていう気もします、ね。まあ、まちづくりとしてよく作ったなと思います。う、はい、ん、うん<ー>、うん、まさ、あ、にその通りだと思いますね。うん、確かに、はい。もう外様の人間から見ても、なんか。あー 確かにいい場所だなっていうふうに最初来た頃も思いましたしね。うんうーん はい。ということでな、もう非常に名残惜しゅうはございますけれども、そろそろですねあの、ゲストコーナーお時間が来てしまったようでございまして、あ<ー>えっとさいあの、まだまだお話を伺ってたいんですけども、あの最後にですね、伊原さんからリクエストをいただいてた曲がありまして、こちらをご紹介いただきながらですね、伊、えーまあ、原さんとはお別れということになるんですけども、はい、えっと、リクエストいただいた曲、これはどういう理由で選ばれたですか、これ。 これ単純に言うと、去年の紅白かない白で、KADOKAWA が公民連携の図書館かを作ったんですね。紅白の時に y o a s o さんがそこで夜にかけるあれで夜遊び言われて聞くようになって全国ネットでやっぱり埼玉。 応援、うん、されてそこでやったっていうところも印象的だったし、そうですよね。うんうん、なるほど。夜っ,っかけの元気が出る群青、うん、あ、いはいちょっと夜にかけるは,あの、うん、は背景が結構暗いじゃないですか。 まあそうですね。うん。確かに。確かにそういうとこありますもんね。うんうんうん。なるほど。まあそれで、群青をセレクトしていただいたということでございますね。はい。わかりました。どうもありがとうございました。あの、りがとうございました。はい。お忙しい中、あの、出演していただきまして、本当にありがとうございます。あの、よろしければまた、あの、遊びに来ていただければと思いますので。はい。ありがとうございました。はい。あの、これからも頑張ってください。はい。ありがとうございました。はい。ということで、えっと、井原さんからのリクエストです。え、y o a で、群青。 今夜もてっぺんまでファンキーに打ちまくるオガちゃんとミカドのオールナイト埼玉てっちゃんスタイルオッパンガンダムスタイルオッパンガンダムスタイル

ほぼ月1でお送りしますてっちゃんのてっちゃんによるみんなのための鉄道の楽しみ方スタイルを提案するてっちゃんスタイルのコーナーですはいこのコーナーではえ多くのリスナーさんと同じく鉄道の素人である私おがちゃんがえ筋金入りの鉄道大好き人間てっちゃんのお二人をお迎えして素人にも分かりやすい鉄道の楽しみ方てっちゃんスタイルについてお伺いしていきたいと思います はいこれ結構2週間ぶりですかねなんですけれども、えー、とっ冒頭に三角さんからありましたが10月14日鉄道の日ということでぜひ、まあ、お二方にお伺いしたいなというふうに思っておりますということで、はい、早速ご紹介いきたいと思います、えー、てっちゃんお一人目は、えー、2歳の時からてっちゃんになった鉄五郎王国主宰の鉄五郎さんですお願いしますどうもおもはこも今日も 鉄道愛全開でまいりますですね。鉄道五郎でございますのあ。ありがとうございます。<laughs> 今日はどんな、はいはい、あの、鉄道をお持ちですか今、脇に抱えられてますか今日はですね。今日はですね、ちょっとですね、あの、はい うちの子たちがちょっと具合悪くてですね。あ、そうなんですね。今日つ、今日連れてきてないんです。ああ、残念。じゃあ、また次回ね。あ、可愛い子を連れてきてください。はい、すみません。はい、え、とんでもございません。お願いします。はい、そしてもう一方ですね。当コーナーのご意見版、足立鉄道学園大学教授で。鉄道旅行評論家としても、こ、か、ご活躍中の藤井教授です。 本日もよろしくお願いします。すみません、感じたって。ああ藤井教授です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。どう,うどうですか鉄道学園大学さんは、ね、緊急事態宣言が明けましたけど、いいちゃんと授業がオンラインでというか、対面できるようになりました。うん、もう、もう,いやもうあの、オンラインで、ンンでみんなでオンラインシュミュレーターでやってますよ。ああ、いいですね。えー、みんなでもつないで。えー そうです腕を寄そう感じですね。何かあった時にはマスマスコンを入れてもうみんな楽しんでそうですね。はいああいいですね。そうまあもうなんかただゲームやってるだけじゃないから。私ですけどもはいそんな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 遊んでませんよ。練習してるということで勉強ですね。練習してますよ運転の。はい。 はい、はい、ということで、はい、まあ近況のお二人をあの伺えたということで、はい、今日はどんなてっちゃんスタイルをご提案いただけるのでしょうか。まあですねあの、はい、こちらの、えー、鉄道の日がね10月の14日ということもありますので今回はいろいろその鉄道の歴史、うん ですねえーまあ、そういったことも含めて、えー、埼京線について、えー、はいお埼京線は自分もなじみがありますねはいあのー、まあ埼玉県民、えー、また埼玉市民の皆さんですね、うん、やっぱり一番なじみの深い路線の一つでございますからこの埼京線というこの路線を通じて、えー、鉄道の歴史 それから、現在のその楽しみ方、ういうものを少しお話しできればいいかなというふうに考えてまいりました。はい。ありがとうございます。はい。お願いします。よろしくお願いいたします。ということなんですが、はい。早速、戦。あの、小ガちゃんさんは、 埼京線という路線ですけども乗ったことはありで,でしかあ乗ったことありますね。すよくよくというかそんなに乗っないから、はい、湘南新宿があるからやっぱり混むんでね。はい できる限り乗らないようにはしてますけれども、乗るときはございます。まあ、それはもちろんそうなんでしょうけれども、突然ですね、こういう言い方をすると、何ですかということになるかもしれませんけれども、何ですか埼京線という名前の路線は正式には存在しないと。 そうなんですかいう話をしたら、はい、これどう思われますですかびっくりですねこれって相性ってことなんですかねはいそうですそうですね<あ>、はい、なんか埼玉と東京だから最強線ってもうなんか普通についてるのかなと思ったんですけど <laughs> はい、えー、あのえ相性の付け方としてはそれで正しいんですけれどもあ、そうですね相性としては完璧ですね、うん、はい、はいはい、そうなんですけれどもえー 一応、埼京線って言いますと、皆さんがイメージされるのはですね、大宮から、大宮から、大宮から、池袋までというふうにたいイメージされる、あるいは新宿とかですね、そうですね。ふうにイメージされると思うんですけれども、正確には、正式にはですね、大宮から赤羽まで、ここはですね、 えー、東北本線なんですねあ<ー>、はい、そうですね一応確かに大宮と赤羽はつないでいるので東北本線と一緒,、うん、一緒っていうか一緒の扱いっていうのは分かるんですけど駅が全然違うけど、うん、別線扱いなんですか、はいうん そうあの東北本線の福福線という扱いですね。え、知らなかった。全然知らなかったです、それは。おかちゃん、だからちょっと外れるけど、湘南新宿ラインっていうのも、大宮と赤羽は東北本線ですよ。ああ、そっかそっか。そうですね。確かに、それを確かに。 まあ、駅がね、一つ飛ばすけど、うんうんうん。それとまあ、同じ、同じと思って。あなるほどですね。はい。あとはあれですね、ええ、も他の例で言いますと、はい。ええ、あの、大宮から赤羽までの間、ええ、京浜東北線と、ありますね。それから、ええ、まあまあ、宇都宮線、高崎線。はい。 走ってますけども、えっと、止まる、止まる駅が全然違いますでしょ?。あ、違いますね。それと同じだというふうに考えていただければいいですね。ああ、なるほど。東北。あ、ごめんなさい。京浜東北線も、大宮と赤羽の間は、東北本線の別線扱いってことなんですかね。そうです。あ、そうなんですね。あ、じゃあ、ええ。東北本線が。なんかメインみたいになってるんですか。そうなると。メインというか。そうですね。はい。ええ。 線路の名称なんですよ。人でいう戸籍ですよね。ああ、なるほど。戸籍ですね。そういうことか。ですから、戸籍上の名前と一般に通用している名前が違うと。なるほど。えぇ、全然知らなかった、そこから。え白いですね。で、赤羽から池袋までの間は、これ赤羽線。 赤羽線、はい、赤羽線へー聞いたことあります赤羽線って。うーん、あるような、ないようなって感じですね。ですね、生まれる前ですもんね。あ,<ー>あそうなんですか、はい、国鉄時代みたいな感じですか、うん、そうですよ。そうですね。はい、あのー、最強線っていう、まああのー、名前が、まあ、最強線っていうのが、名前ができたのが、昭和60年の9月30日なんです。 あえ。昭和論ですね。<の>うん、うん、で、だから国鉄時代の話で。うん、だから、その前の日までは赤羽線って呼ばれてたんですよね。池袋と赤羽。で,うん、で、赤羽から大宮のっていう、今のあの鉄五郎さんのお話のところは、まだできてなかったんですよ。うん、うん、うん。あ。そうですね。 ですから、そこの線路ができる前まではですね、赤羽と池袋の間をただひたすら行ったり来たりするだけの線路だったんですね。え、そうなんですか。はい。ええー。ですから、赤羽から池袋行きの電車が出てたんです。へえ。ー。出てましたね。あの3駅しか通らないんですかね、十条と板橋。そうですよ。そうです。へんか 短いですね、めっちゃ。でも、殺人的に混む電車だったらそうですね。ああ、やっぱそうなんだ。はい。そうですよね。理由が2つあって、ははいい1つはね、8両編成だったんですよ、当時。ああ、今、10両ですもんね。10両ですけどね。で、もう1つが、結局、さっき東北線で赤羽。 いや大宮の方から来る人が、はい、新宿の方、池袋の方に行くのに行く路線っていうのがそれしかなかったんですよ、一番近,近道するのが。ああ、そうですよね。またはね、うん、田端まで出てみたいな感じですもんね。まあそうですね他はね。うんうんうん、だから人が集中するんですよね。うん。まあ今もね、ね変わんないっちゃ変わんないかもしれないですけどね、なんか。まあ今はほらあのその、それこそ湘南新宿とかっていうのがあるから、 そうか、ルールが二2つあるからね。確かに。ちょっと分散したんですね。そうなんですね。という形になって、で、えっと、ですから最初の頃の埼京線は、新宿までは行袋までです。池袋までですよ。最初は池袋止まりです。ですよね。ああ、いでそれが新宿まで行っましたそうですね。 で、うん、えっと、今でこそ、あの、大崎まで行ってますですけども、あ、そうですね。うん、あの、恵比寿止まりでしたもんね。へー。そうです。はい。恵比寿止まりって見たことないですね。あー。あまあ、昔は恵比寿までしか行かなかったですから。行ってなかったですよ。恵比寿行ってました、確かに。えー、知らなかった。大崎まで繋がってなかったってことなんですね。繋、えー、が、まあ、線路は繋がってなかった。でたんですよ。 つがってはいたんですよ。あそっか、車両があるからね。え、ホームがなかったんです。あ、ホームがなかった。そうです。え、全然知らないですね。そうなんです。えあの、で、要するに池袋から大崎までは、あれは山手線なんですね。ああ、そっか、山手線の貨物線をはははいいい走ってるんですね。なるほど。 別線じゃなくて貨物線ってことなんですね。まあ別線、別線でもいいんですけど、あそこはもともと山手貨物線という形で利用されてきたものなんですね。なるほど。それを、まあほとんど今、貨物通らないので、全くではありませんけども、ほとんど通りませんので、はいはいはい。だからもったいないですからね。確かにそうですね。せっかく聞いたのに。はい。そうですね。はい。だからこれを利用しない手はないだろうと。 そいうことですね、うん。で、それでできたということですね。<laughs> ねで、うん、あとはあで、そもそもその大宮と、うんえー、大宮と赤羽の間をそのような形で走ることになった経緯ですけれども、はい、うん、経緯があるんだ。うんえー、これはもちろん、あのー、乗られれば、すごい上がりますですよね、これね。えーうん、乗られれば、えー、ともう隣をずっと、 新幹線が走ってますでしょ。ああ、そうですね。はい、走ってます。まあ、要するにですねあの、新幹線を作るんだったらば、隣に通勤線路を走らせろと。はあはあはいう,んうえー、地元のおい要求もありましたので、なるほど、うん。それで新幹線を作るときに一緒に作ったと。へえ<ー>。はい へえそ,、ね、そういうことなんだ。だからちょっとなんか路線が違うところを走ってですね他かの東北本線とですです。要するにですね新幹線を通すことによって、はいえー、まあその長、えー、域地域が分断されるとうんいうことに対して、えーまあ、ものすごく反対運動があったそうなんですね。 あはい、そういうことね、あ<の>うるさいしいそうそう、うるさいからっていうのが理由ですよ。あそうなんだ、うん、あの当時,当時あの、東海道新幹線がやっぱりその騒音っていう問題がありまして、うんはい、でその新幹線っていうのはうるさいっていうのが、まあ、当時あの世の中の話だったんですよね。 なるほど、なるほど。だから、うるさいものをそこの我が,我が町に通すのかっていうことで反対運動が起きたんですよ。そういうことか。はい。で、その妥結したポイントの一つが、ええー、まあ、バーターで <laughs> 通勤路線を作るということだった。<laughs> なるほどですね。ふうに<れ>、えー、伝えられておりますですね。ここねあ、はい、本当かどうかわかんない。 そうですまあ、小説はありますよね。小説ありますですね。まあ、それは、あの、もう当事者の方に聞かないとわからないですね。まあ、確かにそうですね。当事者の方ね、もしいらっしゃいましたら、教えてくださいということで。はい。ということで、まあ、ちょっと、えっと、ここらでお時間というか、えっと、ブレイクということで、挟ませていただければなと思っております。はい、わかりました。はい。はい。はい。これですね。えっと、自分が、 まあ今回は没曲救済ということで、ミカドさんの、ここに今いらっしゃらないですけど、ミカドさんの、えー、と生誕祭の時に書けようと思ってた曲でございます。えっ、ー、と、この方が山形出身っていうのがございまして、その方が、その方というか、うん、そうなんです、あ桜さやさんという方が山形出身かな。で、えっ、ー、と、まあ、東京にこう上京してきた時のことを、 イメージして作った曲になりますのでぜひ聴いてくださいでは聴いてください朝倉さやで東京はい聴いていただいております朝倉さやで東京でございますいい曲だなこれなそうですねこの方のいい曲ですねそうまだ若いですけどね民謡のねいい声出してますもんね本当にえ民謡歌手なんですかそうですね しゅみようっていう感じ。そうそう、今度、みかとさんに聞いてみよう。そうそう,そうそう、そうな、なんか、このきなんか、泣けてきますね、これね。えー、ね。この方もね、はい、あの、高校卒業後に上京したっていう部分もあるので。多分それを思い出しながら作ったのかなと思いますね。うんはい、ああ、なるほどね。えー、いや、いい曲ですね。ねいい曲だ。はい、ということで、聞いていただきました。はい。はい。 好きというか、あれですね。大宮と赤羽間が最強戦は、最強戦って言っちゃだめなのかないや、別にいいですよ。言っていいんですけれども、正直な話、今まで散々してきた話というのは、一般の方にとってはどうでもいい話ですからね、これ。 やっぱりね、正式名称とかね、大事、大事なのかな ?JR の人はなんて言うんですか最強線のことは。いや、最強線って言ってますよ。ああいう最強線ですね、やっぱり。あそれはもう大丈夫なんですね。じゃあ、もうみんなで。うん、はい。大丈夫です。大丈夫です。はい。そうなの袴田線っていう方がえとかって。確かに。 車かなみたいな感じになっちゃいますもんね。まあ中、まあのい,いつの人ですかっていう話になります、ね。あ、まあ確かにね。<laughs> はい。うん、ですので、まあ、あのまあまあ、そんなのはどうでもよい話だったんですけれども、まあ一応歴史ということですからね。確かに。知らない世界でしたね。えー、ですよね。で、この、えー、また先ほどの,その反対運動みたいな話でちょっと続けますとですね。あ、はい。あの、うん えー、うるさいからっていうのがあったんでしょ。ああありました。うん、えー、あったんですけども、あの皮肉なことにですね、うん、あの埼京、うん、線を走ってる電車の方が騒音がうるさかったんですね。<laughs> あそうなんですね。<laughs> はい。そうなん、そうなんです。あの確かに、うん、新幹線のえー、当時はあの200系電車というですね。はい。えー うん、新,新幹線が走ってました、車両が走ってましたですけども、うんえー、そちらが発する騒音よりも、えー、当時、埼京線に使われていた103系というですね、車両の出す、えー、騒音の方がでかかったんですね。<laughs> へえ、ー、<laughs> ダメじゃないですかね、それね。<laughs> はい、ダメですよね。<laughs> まあ、はい、まあ,あのそれも、それもあるのかどうかは分かりませんが、はい。うんあのー 埼京線の終電が早いのは、うん、それが一つの理由だというふうにも言われてるんですね。うん、ええー。あ、そうなんですか、鉄五郎さん。はい、あの、これも諸説あると思いますけれども、えーはい、要するに、その騒音の問題で、うん、あの騒音の問題で、ええー、まあ、その、新幹線に反対運動がされたという経緯もありますので、あまり遅い時間まで、 うるさい電車を走らせることができないと。なるほど。それね、なんか、ちょっと本末転倒な感じがしますけどね、なんか。ですから、先ほどから小説ありますけどもというふうにるほどですね確かに終電の時間っていうか、0時代とかは、それこそ赤羽線の、なんていうの、赤羽池袋間の往復みたいな感じですもんね。そうですね。よくご存知で。なんか、昔時刻表をちょっと見てたときがあったんで。 はい、なんとなくの記憶ですね。<あー> <laughs> はい。そうなんですね。というような、えー、最強線ですけれども、ではい、でも最強線も、うんうん、これは、えーあのー、川越まで行ってますでしょう。ああ、はいはい。これは川越線でいいんですか、えー、これは川越線なんですけど、はい。川越線ですよ。はい。なんですけどもなんでか、なんでまた川越まで乗り入れているのかということですよね。おお<ー>。うん これもまだ不思議な経緯があるんですよね、はい、教授ね、うん。そうです。私が知ってる限りの話になりますけど、もともと、まあ、結論から言うと車庫を作ったんですよ。車庫が、はいあのー、もともと埼京線のどこかに車庫ができるはずだったんですよね。 そうです、そうです。お宮と赤森の間にみたいな感じでどこかに、うん、あの、私、場所はわかるけど、はっきり言っちゃいけないかと思って、どこかに。何で、そうですかね。そうなの言っちゃいけない。言ってもいいんですか、言っても。わかんないけど、大丈夫だと思いますよ。いいですか、あの、ロッテの工場。ははははは。あの、ロッテ、ロッテの、あの、浦和球場。浦和球場、浦和球場

いろいろ、企業名出ちゃってますけども、あのー、<laughs> あまあだからこ、これ、これ、小説ありますですよ。これ、小説ありますけども、うん、もちろん、ですけれども、要するにあの、ロッテさんがあの、うん、立ち退く予定だったのか立ち退かなかったっていうことですね。ああ<ー>、うん、なるほど。はい。であ,、うん、あのー、土地があったのが、その川越線の。はい ちょうどあの分かるかなあの、差し置って駅から川越へ向かっていくと、はいはいありますね。あの鉄橋を渡って、うん、えっと、左側にあの車電車が止まってるのが見えませんうんうん、差し置きなんかありますね。うん。うん、あるある。そこに車庫を作ったんですよね。なるほどね。まあ要、要するに、そこに、うん、ええー、まあ、要するにその裏側の。 そこに工場、あのそれ作れなかったもんですから、じゃあどこに住んだという話になったにあに、あの宮原の方も候補に上がったんですけれども、ああ<ー>、うん、はいはいはい。ところがそっちも土地が確保できなかったんですね。あ、うん、あ、そうなんですね。で、仕方がないから、うん、あのもうほとんど利用客がいなくて廃線にする予定だった、えー、<laughs> 川越線を電化して <laughs>、えー、 はいはい、昔はあそこはあのディーゼル化が走ってたんですね。あそうなんだ、うん、あそこ。はい、ディーゼル化が走ってて、ほとんど人が乗らない路線だったんですよ。ええー <laughs>。で、もう廃線,線寸前みたいな。そういう路線を、<laughs> まあ仕方がないから、えー、電化してそっちに車庫作るしかないだろうということになったんですえへ、ー、そうなんだ。うん まあね、本数は今もね、少ないですけど、でもね、川越観光とか増えてますもんね、最近ね。まあそうですね。結果的には良かった。良かったんでしょうね。だから、あの、うん、名残がありましてね。はいはいはい。そうですね。例えば、えっと、どこだっけ日清か。ああ、日清。日清から先は単線とか。ああ。 そう,ですね、そうか、単線ですね、ええうん、確かに。ええ、単線だし、まあ、あとは川越の駅から、またほら、八王子の駒川のほうへ走ってるじゃないですか。ああ、八甲線。はいはい。うん、八甲線に入る。あれ、電車の本なんていうの長さ短いですよね。ああ、そうですね、短い。うん。もともと川越線って、確か3両とか4両とかって、そういうディーゼルカーだったから。ああ<ー>。うん そ違っても、だから走ってないですよね。うんうん、で、まあ、あと、うんと実はあの、あおっかちゃん、気づかないと思うんです大宮の駅が、はい今、川越線っていうのは、川越線の電車乗るときっていうのは、まあ、ま地下じゃないですか。地下ですね地下ですよね。うん、でも、実はあの、ね、地上のホームともつながってるんですよ。 の、ねはいはい、っていうのを、だからあの普通にあの宇都宮線の電車とか高崎線の電車が止まるホームがあるじゃないですか。はいあります、あります。そこのホームとあの川越線と線路がつながってるんですよ。ああ、じゃああれ、くぐってるけど、あそこくぐんないと、普通に高崎線のホームとかにつけるってことですからね。 いや違います。あ違うんだ。そういう、うん。最強線の電車はほら、絶対くぐるでしょくぐりますね。大宮ではい。で、川越線の電車もくぐるじゃないですか。はい、同じホームじゃないですか。でも、うん、あの時々、あの川越に行く臨時電車が走るんですよね。はいはいはい。うん。例えば、武蔵野線から来るとか。ああ、武蔵野がありますね。うん そうすると、武蔵野線から来る電車っていうのは、大宮の駅は絶対にあの地下には入れないので、そうでですね上地上に止まるんですよ。そこから川越,に川越線に入らなきゃいけないから、はい、その地上のホームと川越線と線路はつながってるんですよ。えー、あ、そうなんだ。高崎線側から入るのかな、多分な。あ、そういうことうですね。 あの近くです、ね。ああ、なるほど。うん、あの近くでつながった。昔当たり前ですけど、ディーゼルカーは地下にじゃなくて地上だったんですよ、ディーゼルカーの時代は。そうか。そり、うん、そうですね。すねはい、まあまあ、そんなことでですね、やっぱりこの最強線っていうのも実は、うん、うん 奥が深い。確かに。そうですね。まだまだ本当に聞きたいですけれども、ちょっと今日はお時間ということで、はい。そうなんですよ。そろそろ別れという感じになってしまったんですけど、楽しかったですけどね。個人的には。あ、ありがとうございます。まだまだ聞いてたいなと思っております。はい。じゃあえっと最後に藤井教授にえっとセレクトしていただいた曲を聞きながら教授と鉄五郎さんとは別れになります。はい。藤井教授は曲紹介をお願いできますでしょうか。 わかりました。まあ、そうですね。また最強戦の話ができたらと思いつつ、はい。えっと、私の今日のあの、セレクトしたのは、あの、6月に雨の日に聴きたい曲っていうので、あありまね、が実際にセレクトしたんですけど、あの、ボツになった曲を、えっ、ー、と、今日ここで書けさせていただきます。<お>えっと、はい。えっ、ー、と、はい。じゃあ、あの、曲紹介ですね。えっ、ー、と、西野香菜さん、はい、で、<ょ> ですはい、藤井教授哲太郎さん本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。またお願いします。ぼっと生きてんじゃねえよ。小ガちゃんに叱られるじゃなかった。小ガちゃんとミカドのオールナイト埼玉。 埼玉市民球場ネット裏。はい、我々は、えー、埼玉市民球場に移動してまいりました。うーん、いやー。 いやず俺裏で聞いてたんだけどさ、ずっとさ、ああ、そうなんですね、うん、なんか、いやそうなんすねって思いだって、そうじゃねえかよ、<laughs> いや、なんか、い聞いてるよ、お前。ちょっとタバコ吸いに外に出てたのかなと思ってたんですけど、いやいやいや、タバコ吸いに出てた時間もあるよ、そりゃ。はいはいはいあ。あるけど、ちゃんと聞いてたよ。あ聞いてました、よかったです。うん、聞いてたけどさ、あの、俺、朝倉沙やの東京で泣いたよ、俺、今。<laughs> ああ、さっき。 ほんとにそうそう三そ河うさんぜひ聞いてほしいなと思っていやほんとさ泣いちゃったよほんとにい,いい曲ですよねいや,いやだってさもうまさにあんな感じだもんだってそうですよね、ま、俺がさまあ最初最初からこっち来たわけじゃないよ俺そうですね<の>最初はね最初つくばに行ってうん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 まあでもつくばの時はそんなに感じなかったけどさ ははい、はいあの筑波からその所沢に来てうん、うん、やっぱさなんだろうまあ筑波に行った時も実はそうだったけどやっぱりほらあの念願の一人暮らしだとは言ってもやっぱほらあのまもなく俺親父が亡くなったじゃないかはい、うん、でさやっぱさやっぱ寂しかったもんうんなんかさあの 田舎の空とやっぱり違うなぁと思いながらさ <laughs>、うん。うん、うん。なんか逆にさ、だだっ広い感じがして落ち着かなかったんだよね、俺。はい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 。あの、盆地育ちだからさ、俺。あん<ー>。なんかさ、山が見えないのが寂しくて寂しくてしょうがなかったのよ、俺。そ <laughs> うな、ん、<laughs> んですね。<laughs> うん、なんかビルがたくさんあってみたいな感じじゃなくて,て、ね。じゃなくて。 ああうん、じゃなくてなんか近くにさ山っつってつくばさんが見えるだけなんだよね。ああそれがさなんかどうにもさなんかこうポツンと取り残されてるみたいで寂しくて寂しく笑ったのよ俺。うん なんかそんなこと思い出したらさ、涙が出ちゃったよ。<laughs> <laughs> <laughs> という、まあまあそう、そういうのはいいとしてああ罪な選挙しましたね。<laughs> いや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 、もう本当に泣いちゃった。で、えっ、ー、と、あれだよ、ネット裏だよ、うん、ネット裏。はい、もうで、ほら、もうプロ野球も,もういよいよ大詰めだで。そうですね。うん、あと何試合ぐらい 中数試合みたいな感じ、ねうん、そうだよね。もうそんなもんでしょそうですね。もう少ないと10とかですね、残りね。とかそうだよもう。もう終わるんだなーっていう感じですけども。そうですよ、うん。でさ、うん、今、首位に立ってるチームがさ、すごいじゃないびっくりですね、本当に。うん。セ・リーグもパ・リーグもさ。うん。ね このまま勝てるかな、うん、ねえ、だって、パ・リーグはなんと、オリックス・バファローズ。はい。ねえ、えっ、ー、と、現時点で、えっ、ー、と、2位、千、え、葉、ー、ロッテ・マリーンズに3ゲーム差の首位。一時期ね、あのー、うん、首位明け渡してましたけどね、明け渡しましたけど、踏ん張ったね,ね。うん、すごい。うんで、えー、3ゲーム差の首位にお、えー、りまして、はい、で、 えーと2位が今言いました千葉ロッテマリーンズですね。はい、で、えー、そして3位がえ東北楽天ゴールデンイーグルス。<ん>えこれが1.5ゲーム差で3位につけているということですね。あのまあえーと2位ロッテに1.5ゲーム差、首、え、位、ー、オリックスからは4.5ゲーム差。そしてそこから6.5ゲーム離れてなんとソフトバンクホークスです。ん<ー>これはちょっと予想できなかったですね。 そうですね、ここまで来るとね、うん、多分逆転は難しいですね、A クラスね。うん、あのー、まあ、4位ありうるかなとは思ってましたけども、まさかここまで離れるとは思わなかったですよね。うん、そうですね、それこそ踏ん張りが出てくるかなと思ったんですけどね。全然踏ん張れなかったね。うん、これはちょっと、まあ、確かに、なんかあれだったけどね、あのー、6月あたりからちょっと怪しかったけどね。ね、確かに。 あれなんか違うぞみたいななんかねうんこれこのままいったら危ねえかなみたいなハマ、うん、ってねえな感はありますね確かにうん感じしたもんねちょっとねうんうんでえっ、ー、となんとセ・リーグもうんなんとマジックついてしまいましたねそうつきましたよマジック点灯しましたえっ、ー、と東京ヤクルトスワローズが、うん、首位ですよ <laughs> これもう大喜びだと思いますけどこれもうすごいよね本当に一次元阪神かなと思ったんですけどねいやヤクルト今年は頑張ってんなと思ってましたけど,ま,たけどまさか首位とはねえ、ね、マジック11が点灯しております今すごいで、えー、とそれを追いかけるに、えー、阪神タイガースは、えー、2ゲーム差で追っております、うん、はい えー、でそしてジャイアンツがなんと7.5、ね、ゲーム離れて3位という。うん勝てないみたいですね。これ,ねこれもちょっとねあの、まあ、順位としてそれはありうるとしてもっていうのはやっぱりパ・リーグと同じですけれども、そうですね。いしくてちょっと、ね、は離れすぎたね、これ。う,ーんうん これは難しいでしょう。うん、そうね。まあ、クライマックスに向けて立て直しですかね、たぶんですよね、まああの。まあ、3位はこれ確定でしょうけどね。そうですね。うん、あの4位の、えー、広島東洋カープは、えー、とジャイアンツから7ゲーム離れてますので、うんうん、いやさすがにねって感じですね。うん、ちょっとあれですね、予想外に、えー、離れてしまったと。これ やばくないですか多分あのー、こ、はい、として冒頭に予想したような気がするんですよ。予想しましたよ。多分<ぜ>全然当たってないですね。全然当たってないですね。あのー、だから、えっ、ー、と、なんだろう、1位から3位までのラインナップはほぼ当たってると思うんですけど、1位から3位まで。いや、だから、あのあ<ー>順位通りじゃなくても、そのメンツとしては。いや、パ・リーグはもう無理じゃないですか。 そうだねパ・リーグはね、ちょっとね。パ・リーグ、生物の言葉が書いた気がするもん。だってオリックスが入ってる時点でもうダメじゃん、<laughs> もう。だってセ・リーグは、もしかしたら。セ・リーグは、あのー、まあ、ヤクルトがあるかもみたいな話ね。うん、してたからね。ねはい、はい。ねうん、ああ、でも自分、DNA 書いたかもしんねえ。ああ、そう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 。だから、まあまあ,、まああの、終わってから答え合わせしましょうね、そこは、ね。はいはいはい。はい というところですが、さて、えっ、ー、と、じゃあちょっと曲いってみましょうか。はい。はい。えっ、ー、と、これは、えっ、ー、と、ラジオネームマスターさんからのリクエスト。えー、うん、またいつものようにいただいておりますけれども。ありがとうございます。ありがたいですね。すねえっと、で、こちらはですね、えっ、ー、と、一応メッセージもいただいてるんですよね、あのリクエストとともに、ねうん。そうですね。 はい、メッセージもいただいておりましてとまえと10月9日はゆ、えー、世界郵便デーということで、えー、とこの曲をリクエストします、ね。で、えー、離れて暮らす親への感謝の気持ちを綴ったこの曲子どもの立場としては、えー、曲と同じような気持ちを感じますし親の立場としてはこんな親に慣れ,れているんだろうかと自問自答して、えー、しまいますという,うメッセージも添えて、えー、いただきました、えー、ということでございますが、えー、とそれでは、えー、と聞いていただきたいと思います。えー あ、ごめんなさい、えっ、ー、と、バックナンバーですね、これね。はい、えー、バックナンバーで手紙。はい、いただいておりますね、はい。うん、バックナンバーで手紙。いや、いい曲だな、これな。う,ん,うん、また泣いちゃうかな、これ。<laughs> <laughs> <laughs> いやまあ 僕はね、人の親ではないけど、やっぱうん、まあ子供の立場として、まああやっぱね、あのラジオネームマスターさんが言うようにやっぱり思うね。なんかね。うん、確かに、うん、まあ今、手紙なんて書かないけどね。そうね。書かないですけど。うん、書かないけど、まあ俺はかあの書くけどね、あの最近。うんうんうん。あのほら、ステッカー送るときに。結構でも時間かかりますよね。うん やっぱりこうかか何書こうかなみたいなのねかか結構悩みますもんね、うん、やっぱね長い文章ってなかなかやっぱ書けないねね<ー>うん、うん、確かにいやいい曲だなということですけれどもはい、うん、はい聴いていただきました「えー、バックナンバーでえっ、ー、で「手紙」でございましたけれどもはいうんいや書いて トルがどうなるかっていうことも楽しみじゃないですかこれ、あのー、そうですね。野球,野球の方ねプロ野球の方はさ。うん、うん。で、まあ、タイトル,タイトル争いも、なんか、まあ、って言いながら、あまり今年タイトル争いに注目しなかったんだが、<laughs> あ<ー> <laughs> えへえっと、今、あれですかえっ、ー、と、まあ、分かりやすいところで言うと、ホームラン王、個人タイトルでいくと、うん、えー と今、うん、ああ、えー、どっちからかいきます？村上村上と村上岡本。うん、セリーグね。セリーグは、うんえー。で、パリーグの方が、えー、っと、スキモ<本>、はい、とギータですね。はい。が、うん、ギータが2位ですね。はいはい。なるほどね。えー、やっぱオリックス、あれだね。あのー そうですね今打率の方もあれですね、まあ、吉田正尚がちょっと怪我しちゃったからね、あれですけど、えっと、まあ、打率は1位、これ取るでしょ。うん、規定打席大丈夫であれば。うん、3割3分9厘ですからね。うん、規定打席いけるかな今455あるから。もういけるでしょ。うん、いけますかね。うん。だ、あれ、初タイトルになるのか、吉田は。かもしれないですね。やっぱり毎回ね、怪我が多いですからね。 そう腰、ね、とか痛めちゃって。はい、で、えーと、セ・リーグの打率トップは、これはえせいやですね。うん。鈴木誠也。で、えっ、ー、と、まあ投手成績の方いってみたいと思いますけれども、はいえっと、セ・リーグのおー防御率1位が、なんと柳。うん。中日のですね。うん。はい。えっ、ー、と、2.17。で、えー、2位が阪神のお青柳。 ん、えー、んだなうんうん、で3位があれですよ大野ですよ、中日。うんうん、だから、やっぱね、中日はピッチャーいいんだよ。そう。やっぱりね。うん、打てねえんだな。うん、っていうことで、えっ、ー、と、で、または、この原田美も面もいですね、あのー、勝利数は3人1位で並んでるんですか、これ。確かに。青柳、高橋、そして栗うん。 セ・うん、リーグ3に並んでますね。そうですね。はい。で、えっ、ー、と、パ・リーグは2冠ですかね、山本が、オリックス。そうですね。やっぱ山本、いいピッチャーだね。圧倒的ですね、うん。ね。やっぱすごくよくなったもんね、だって。うん、すごいよ。ね,やっぱね。あのね、迫力が出てきたもんね。あの、前からいいピッチャーだったんだけどさ。うん。 迫力出てきたよね、やっぱりね、なんていうか、貫禄が出てきたというか、顔で抑えられちゃうみたいなところが出てきたもんね。すごいよね。だから、ね、線画がこれまでね、やっぱりパ・リーグだと。そういうとこあったけど、急速にやっぱりきたもんね。という感じがいたしますね。一応、あれだ、オリックスの吉田は去年も、去年に初タイトル取ってますね。 だ打率で取ってんのか3割5分ですね去年ねああなるほどじゃあ2年連続なんだねなりそうですねうんまあやっぱりだっていいバッターだもんだってそううんいやすごいねやっぱまあそりゃオリックス来るよな両方来たらそうねそうかみ合ってますねほんとにそう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 うんやっぱりそりゃ来るようん という感じで、えー、と残り十何試合ですか。はい、えとそちらも、えー、と楽しんで、えー、見ていただきたいというふうに思っております。ということで、えー、とじゃあ,、えーとまあ、埼玉市民球場からは他、えーまああのー、球場情報もいいだろう。<laughs> いいですね、はい <laughs> はいえー、ということで、えー、と今日は、えー、お別れということにしたいと思いますけれども、はい、えとさて、えー、と曲。 うん、行ってみたいいと思いますね、えー、とリクエスト曲が来ております、また。ありがとうございます。まあ、本当はあの私の没曲の供養のはずだったんですけど、あのもう供養できずということでございまして <laughs> まあ、ね。アフタートークで書きましょうか、じゃあ。ということでね、まあ、うんまあ、いいだろう。ということで、えーと、リクエストいただいておりますということで、えー、ラジオネーム、上から読んでも下から読んでも、ハマちゃんさんって、ねい。いやいやいや。違う <laughs> <laughs> もうあのなんかこう笑っていいんだか笑,あの笑えないんだかよく分かんないようなラジオネームでいただいておりますけれども <laughs> ということでえっ、ー、とまあ上から読んでも下から読んでも浜ちゃんさんからのリクエストでございます。えー、牧原則之で、えー、どんな時も はい、聴いていただいております。えー、はい、牧原の之で、どんな時も。うーん、これもさ、うん、あのー、これ、これこれ、あれかな、中学生だったかなこれな。うん。91かなうん。中1ぐらいだと思うけど、うん。うんやっぱね、いい曲だったな。はい。本当に。はい、すごい感動した覚えがあるわ、これ。すごいよねー。うん<ー>。まあでも。なんか、 だ,だってほら今聴いてもさやっぱりこううん何ていうのかなこう自己投影できる感じの歌詞だもんねこれねうんうんいやいい曲ですよほんとにそう なんか泣けそうな曲ばっかりな <laughs> 俺にとってはね。いや、うん、もうねい,、うん、いい曲揃いですね今日もね。そうだねやっぱりまあほらだんだん充実してきてるよねなんかあの手前味噌ながらうちの番組 <laughs> <laughs> 本当に。ほ、うんにリスナーさんからもいっぱいねリクエスト曲寄せてもらえるようになったしさ。 いつもありがとうございます本本当にいや本当にねありがたいことですよなんか、うん、あのこっちが更新サボっててもちゃんとついてきてくれるっていうね <laughs> うんいや本当にありがたいなあというふうに思っておりますでということで聞いていただきました、えー、牧原紀之さんで、えー、どんな時もでしたけれども、はい、さてえー、まあそんなえー、と我々の番組がえー、と押してる曲ですね はいえー、今月のパワープレイのお時間でございますけれども、うんえー、まあね、あの、当番組が推してると言いながらですね、えーと、メインパーソナリティ2人は、えー、と選ばせてもらえないんですよね、これ、ね。たぶ <laughs> <laughs> ね、局の都合っていうのでね。 そうなんですよ。あの、曲上層部が決定してるもんですから、これ。我々も下っ端ですからね、<laughs> そうなんですよ。重ねそてるで下ですよ、ほに。そう、本当にね。<laughs> ディレクター上です。そうそうそう。<laughs> 俺らが作った番組なのにね。え、あの、エグゼクティブプレミアムマーベラスディレクターという立場でいらっしゃいます、えー、サトシ、えー、ディレクターが、はい、えー、独断と偏見で、えー、今月もパワープレイ曲を選んでくれております。 えー、今月はあのー、さっきね、うん、えとリクエストあのいただきましたあの、マスターさんからリクエストいただきました、えー、と手紙リクエストいただきましたけれども、b a c k n u m b e ですね、b a c k n u m さんの、えー、水平線という曲を、えー、パワープレイにさせていただいてるんですけれども、まあ、これもいい曲ですよね、本当にね。そうねうん あのー、まあなんかさ,さんざなんかあの俺らに選ばせてくんねえとかって言いながらも <laughs> やっぱり彼が選んでくるチョイスはねやっぱねセンスいいよね。うん、うん かいかんせん長げんだっていう、あ <laughs> の話もしましたけど、今回は割とあのね、あの、まあ普通のっていうのかな、えー、長さなんですけど、相変わらずなんか俺らがさ、番組を押すもんだから、えっ、ー、と、<laughs> 短めの。短くね、えー。短くっていうことになりますけれどもですね、えっ、ー、と、じゃあ聞いていただきたいと思います。えっ、ー、と、オールナイト埼玉、えー、今月のパワープレイでございます。バックナンバーで、えー、水平線。 夢は捨てたと言わないでおばあちゃんとミカドの「オールナイト埼玉」今週もあっという間にエンディングの時間です。はい、ということでですね、うん、いやー、なんかな、うん、俺、ほら、えっ、ー、と、あ 今日あの本番で言ってないかはい、はい、あの今日、うん、あのうちの仕事場でですね、うんえー、あの保護者会になったんです。はいはいはい。そうでしそうで,、うん、そうでだからほらあのもう保護者会で喋りすぎて疲れたとかって最初言ってたじゃないですか。はいはいはい。言ってたじゃないですか。めっちゃ喋ったな俺。<laughs> <laughs> 自分も今日ね、うん、結構喋った気がしますね。 そう,そう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 。そうだからさ、あの、なんだろうね。やっぱ、あれなのかな。あの、甘いものは別腹的なあれなのかな。<laughs> そうですね <laughs> と。なんか、ここでの喋りと、あの、仕事での喋り<ん>は、回路が別なのかなあ。そうね。脳幹状態ですね。ああ<分>そうね。<laughs> そうなのかもしんない。 というです、ね、あのわけのわかんないことを言っておりますけれどもですね <laughs>、はいえー。ということで今週も楽しくやらせていただきました。伊原さん、うん、なんかやっぱあれだね、切れもんだね、あの人ね。そうですよ。だって麻布、うん、から東大ですもんね。すげえよな。すげえ。叶いませんよね。<laughs> 叶いませんね、本当に。<laughs> いや、俺はあんたに対しても俺、そう思ってたけど。うん 違いますやっぱりまあもっとすげえのがいたなやっぱなすげえな,げーなうん、うん、もうほんとにもうなんかこう全然だって迫力が違うじゃんだって、うん、だって俺より若いんだよだって彼そうね、うん、もう全然だってもう迫力が違うじゃんだってすごいねえ俺なんかもうもうしょぼいやつみたいな <laughs> それで43歳ですかあんたみたいな <laughs> もうそんな感じだったよねほんとに でもそうか。うん、アザブ東大だとあれですね。マッキー、あの、以前来てたマキャラさんも同じですね。そうだね。楽は違うけどね。そうだね。同じだよね。すげえな。<の>うん、通ってきた道が一緒ってことだよな。すげえな。アザブ出るとああいう感じになるのかな。いや、知らんけど。<laughs> <laughs> お前、それは、それはどういう意味だよ。お前、それ。<laughs> いや、でも、元気な人が多いですね。自由というか。 なるほどそういう印象なんだね。そういう印象なんだね、うんうん、なるほどなるほど。ということですけどもいやいやいやなんかやっぱりね久々のゲストもやっぱりすごかったということですけどもすあのまだまだゲストを呼びたいよねもちろん当然ね。そうですね。うん、す次誰が来てくれるんだろうなほんとな。まあね一人候補はいますね。 うん、いますけど、なかなかねあの、ブッキングできてないんだよね。あ、そうそうそう。そう、なんだけど、ねあ、だからリスナーさんも、あの本当にあの、この人出してくださいと、ねうんわた、私がつなぎますからみたいなの、本当に、ね、あの待ってますんで。待ってますから、ね。本当に。ということではございますけれども、さて、で、来週なんですけど、あんたまたいないんでしょ <laughs> そうそうそう。来週はあれです。青年会所で。まあ、ちょっと今日も行ってたんですけどね。 でしょもうなんかさ、そうそう頼むよ、本当に。あん,いやあんたの番組なんだからさ、そうそう留守にされちゃ困るよ、本当いや,いやいやいや、もうなんか、もうちょっと、うん、清水さんの顔立てないといけないから。ね、以前来てもらった。そう,そうですね。まあ,まあまあまあ、わかったわかった。じゃあしょうがないよ。うんあのまあ、ということで、えーと、来週も留守を私が守らなければいけないんですが、うん、えっと、来週はなんと、うん、えっ、ー、と、 いつもだったら代打の切り札、えー、安江姉さんと2人で、えーと「安江と帝のオールナイト埼玉」ってなると思うでしょところが来週はですねなんと「うん、浜ちゃんと帝のオールナイト埼玉」でお送りしたいと思いますすげえどうなんだろう <laughs> どうん今週の頭に決まったんです、それ。<laughs> <laughs> <laughs> ということで、ですね、えー、と来週はちょっと趣向を変えまして、あのもちろん、安江姉さんも来てくれるんですけれども、えー、ということではありますが、えー、なんと、浜ちゃんと帝の「オールナイト・埼玉、えー、<laughs> お送りしたいと思います。えー、す,すげえな、ね。いやー、楽しみですねし。いや、それは、それは分かんないよ、それは。 わかんないけど、そのまま降ろされちゃうかもしれない。EPMD で。いやいやいや、EPMD ね。俺は降ろさないぞ。<laughs> 俺は降ろさないぞ。うん、やっぱりね、ディレクターがこうトップですからね。そうですね、うん。いや、俺はだって、あなたとトークするのが楽しいんだから、ね。ありがとうございます。うん、ということで、えーとまあ、今週も頑張ってまいりましたですけども。はいまあ 来週はさ、まあ、そんな感じでやっていきますけれども、うん、えっと、まあ、あの、まあ、たくさん、あのー、リスナーの皆さんからのお便りをお寄せいただきたいと思いますし、それから、ええー、あれですね、う,すねうん、やっぱり、あの、たくさん、えっ、ー、と、寄せていただきたいと思いますし、あの、これからもですね、あの、まあ、この後もまた、あの、居残りトークでね、ね、えー、やっていきますので、あの、ズームの方にもご参加いただきたいと思いますし、あとは、はい、まあ、あの、YouTube も、ね、うん あのー、56人ですね、はい、今、登録者が、もっともっと増えてほしいなと思っておりますので、うん、ぜひぜひ皆さん、宣伝してくださいね。ということで、今週もあの一生懸命頑張らさせていただきたいと思います。えー、あごめんなさい、えーと、次週も一生懸命頑張りたいと思います。それではお相手は、おがちゃんとみかどでございました。それでは皆ささんまた来週さようなら